交通安全クイズ。自転車の乗り方を中心に基本的な交通ルールをクイズにしました。丸か×かで答えてください。何問正解できるかな。第1問目、横断歩道を渡ろうとしたところ、歩行者用信号機の青信号が点滅し始めたので急いで渡った。正解は×です。青信号が点滅したら横断を始めてはいけません。横断中の歩行者は速やかに横断を終えるか引き返さなければなりません。第2問目、止まれの標識のあるところは車が止まるだけで良いので自転車は止まらなくても良い。正解は×です。自転車も車の仲間です。交通ルールを守らなければなりません。信号や標識を守りましょう。止まれの標識のある場所では一度止まって右左の安全を確認しましょう。第3問目、自転車で車道を通行する場合、車道は広いので、右側、左側のどちらを通行しても良い。正解は×です。自転車で車道を通行する場合は、車道が広くても狭くても車道の左側の端を通行しなくてはいけません。第4問目、自転車で走行中雨が降ってきた。周りに歩行者や自転車がいなかったので傘を差して走行した。正解は×です。周りに歩行者や自転車がいなくても傘を差して走行することはできません。カッパを使用しましょう。第5問目、歩道を走行中前方に歩行者がいたのでベルを鳴らした。正解は×です。ベル警音器は危険を防止する上でやむを得ない場合や道路標識で鳴らすことが指定されている場所等以外では鳴らしてはいけません。ただし例えばスマホを見てふらつきながら歩く歩行者が近づいてきてベルを鳴らす以外に危険を避けることができないなどの場合は鳴らすことができます。正解できましたか？自転車は便利な乗り物ですが、安全に利用しなければ怪我をしたり、相手に怪我をさせることもあります。ルールとマナーを守って安全に利用しましょう。